はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。このチャンネルですね、ネタに取り上げることが多かった韓国、最近ね、ネタ少ないんですよ。なんでかなぁと。やっぱしですね、政権がムン・ジェインからですね、ユン・ソンニョルに変わったことが大きいんですよね。日本ってね、総理大臣が変わってもそんなに世の中変わらないでしょう。あの国変わるんですよ、政権が変わると。ムン・ジェインの時はね、もういっぱいやってくれたんですよ。一番ありがたかったのは、あのノージャパン運動ですよ。ノージャパン日本でも起こったらへんとかって、あれちょうど僕はですね、あの YouTube 始めてですね、1年目やったのかな、本格的にやりだして、むちゃくちゃ再生回数伸びたんですよ。あれノージャパンってやってんの、やってんでやってんでやってんでって言ってるだけの、だけの動画ですよ。こんなことやってんで、こんなことやってんで、こんなことやってんで、みたいなですね。それがむっちゃ伸びたんですよ。YouTube ええやんと思ったんですけど、やってくれへんで、その後。その後すぐコロナになったんですよね。まあコロナでもね、いろいろ面白いことやってくれてたんですよ。ムン・ジェインという人は本当にね、あの人はね、あの、むちゃくちゃでしたから、あの、お隣らしいですね、むちゃくちゃなことを言い出しますし、むちゃくちゃなことやりますしですね、いや、あれ良かったんですけど、ユンさんまともなんですよ。あかんと、お隣らしくないやん、みたいな。お隣さんはね、お隣さんらしくですね、あの、理屈に合わないむちゃくちゃなことをですね、やらかして言うてですね、日本に無理難題をこう、仕掛けてくるというところに、お隣さんらしさがあるわけですよ。今ちゃうね。なんかまともな国みたいに見えんねん。いや、相変わらず時々ですね、本質変わってませんから、時々面白いことやってくれるんですよ。面白いことやってくれるんですけども、ですね、回数が激減してるんですよね。うん。ああ、またやってほしいわ、ほんまに。また左派政権戻ったらいいんですよね。3年後に選挙ありますから。でも僕もだんだん年食できますしね、元気なくなるでしょ。今のうちにやってなと思うんですけど。あの、こう、全力でですね、あれ、全力で、ですね、よいしょ、しまった。なんかね、電気が切れるんや。クソ真面目にですね、全力でコントをするというところがね、お隣さんなんですよ。いや、本人たちはですね、コントをしているつもりないんですよ。まあ、クソ真面目なんですよ。クソ真面目なんですけどもですね、どう見たってこれコントやみたいなしか見えへんようなことをやってくる。ノージャパン運動そのものがそうでしたけどね。ノージャパンっていうペナットがダーッとこうあれですよ、あの通りに並んでるんですよ。で、日本製品こうたらへんとかって言うてですね、ところがね、あの時困ったのは、その日本製品ってないんですよ。日本からお金に対して工業製品の完成品をほとんど輸出していないんですね。で、どうしたかというとですね、あらゆるものに日本の部品が入ってないかと、それを全部調べたんですよ。調べたサイトまであってですね、どこどこ社の何々はこれこれ日本製品が使われてる、やっぱボイコットとかってやってるんです。そうするとですね、あの、面白いことが起こったわけですね。あの、ボールペンってあるでしょ、こういう。今、こう、液体式の滑らかなボールペンなんですけど、この先のところにこれボールってちっちゃいね、あの、玉が入ってるんですね。で、それがこう、くるくる回りながら、あの、液体を出すんですけども。このちっちゃい玉をですね、向こうのお隣さんの工業技術では作れないんです。作れないんですね。超微細ベアリング、製造力って言うんですけど、こんなちっちゃい玉でもですね、完全な球形にならなければいけないんですね。これ作れないからですね、あの、日本の、こう、このペン自体を作っているのがですね、あの、向こうの会社であっても、この先っぽだけはね、日本製品使わなあかんかと。そうしたらね、なんとか社のなんとかっていうペンにはですね、日本のボールが使われてるって、こうたらあかんってやるとやるわけですよ。買えへんやん。そしたらみんな韓国製のね、韓国でも作ってるんですよ。でも買うんですけど、うまいこと書けへんね。で、困った、どうしようとかって言うてたの。で、それがバレたんがね、なぜそんなバレたかっていうとですね、韓国のキャスターがね、ある日ね、こうやってね、放送した後にね、ところで私の使ったこのペンは韓国製ですとか言ってたんですけど、誰かが調べよって、そのペンの先っぽはほんま日本製入ってるやないかみたいな。もうね、そっからね、また話が面白い。もう楽しいでしょ？こういう楽しいことをですね、こうやってくれないとネタがないんですよね。今日のネタは何かというとですね、コリアウェーブというサイトがございまして、AFP というフランスの通信社がわざわざ日本人向けにですね、コリアの情報を日本語で出してるっていうなんか変なサイトがあるんですけど、
白球に夢を諦めました、韓国公務員試験受験生史上最低というタイトルです。韓国もともとですね公務員人気は高いんですね。で公務員試験を受けるためにですね何年も何年も浪人するみたいな人がいて、そういう人たちが住んでる一角みたいなのもあるような、それくらい公務員人気は高いんですけど、最近はどうもですねこう物価が上がった割には公務員の給料は上がっていない。韓国って日本よりもものすごい物価が上がりました。物価が上がった分ですね、その給料が上がらないからですね、公務員はどうも人気がなくなっているというのがこの記事でして、韓国で高い競争率を誇ってきた公務員の人気が衰えている。賃金など待遇面での不満が高まり、就活生の間でも人気は一般企業に押されていると。ということですね。昔はね 40% ぐらいの死亡率があったのが今は20何パーに減って、まあそれでも20何パーあるやんと思うんですけどね、29.7%、 ちゃうこれ一般企業や40% だったのが減少して、減少幅は 6.1% になったと。なんですって。韓国行政研究院が2023年に実施した実態調査では、就職して5年未満の公務員の 54.6% が離職の意向を持っていたので、持っていた、その 77.4% が理由として低い報酬を上げたと。多分ね、物価に合わせて報酬を上げられていないんですね。なぜか。いや、お金出す方にお金がないからなんです。要は国やですね行政機関に、まあ同じか、行政機関やあるいは地方政府、地方行政機関にですねお金がないからなんです。なぜお金ないのっていうとですね、それは経済がよろしくないんで税収が集まっていないんですよ。で韓国政府ってもう過去、去年もそうだったんですけど、今年もですね、年度を始めるときにですね予定通り税収が入ってこないからお金が足りなくなって、金融機関に借りてる、金融機関というかね、中央銀行に借りてるんですよ。簡単には日本政府ちょっとなんか税収入ってけへんやんと、もう金ないやん、予算執行できへんやんと、日銀ちょっと貸してとかってそういう状態なんですよ韓国は。はっきり言ってねやばいですよあの国。で上から下まで借金体質なんですね。その借金が今パリンパリンしてるわけですよ。今個人がパリンパリンして、その時に中小企業が今パリンパリンパリンとなってるんですよ。でもうすぐでっかい企業がパリンパリンパリンドカーンってなるわけですよそうなって最後は政府は金ないってなるんちゃうんかなと。1997年はねドルが足りなくなって、ドル払いませんっていう風になったんですよ。それで IMF が来たんですけど、今回はですねドルはそれほどまずくはなさそうな感じはするんですけどね。まあ分かりませんよ。なぜあんまりそうなっていますか、都合の悪いことはですね言わない国なんですねあれ改ざんしてしまうんでですね、まあ中国ほどではないんですけどね、都合の悪いことは改ざんしてしまうんでですね、まあ、実態は分かりませんが、ドルが足りなくなるというよりも全体的にこう首が回らなくなる。で最後はやっぱりあれ財政ファイナンスみたいなことをやってですね、ウォンの信用がガクッと下がるんでしょうね。で、ウォンの信用下がるとまたその何て言いますか、物価が高くなって国の経済がぐちゃぐちゃになるんですよ。まあそういうこう危機が一歩一歩と迫ってるんです。だから本来ものすごくですね人気があった公務員のあれが志願率が下がっていると。早く給料上げたらなんですけど、金がないもん上げられないでしょうね。ほんでただでさえ生きにくい、若者が生きにくい、ただでさえ生きにくいと言われてるのにさらに生きにくくなって、要は就職がないと。いやどんどんね旗破滅へ向かってる気がします。隣ではなんかねここね1年2年ぐらいね止まっていたんですよ、その破滅への道が。私から見るとですね、ここさ最近今年になってぐらいからかな、着実にこう歩み始めましたね。その先にはパリンが待ってるわけですよ知らんもんね、ほんまに僕ら関係ないもんねパリンだったら見てたらええね、ふーんって。
ね、なんかね、助けてって言うたらね、な今更何言うてんねんね、竹島改正って言うたったらええねん、ほんまに。はい、ということでですね、AFP ですね、のですね、コリアウェーブのこの発給に夢を諦めましたというですね、サイトのページを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。